Globis. Chicken Look. こんにちは。グロービスキャピタルパートナーズの福島です。本日はバーテックスホールディングスの井海さんにお越しいただいて、日本企業と、日本の大きな企業と提携したい海外のスタートアップの、思いについてお伺いをする時間を取りたいと思います。では改めて紹介をさせてください。バーテックスの井海さんです。よろしくお願いいたします。バーテックスホールディングスパートナーシップグループの井海と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、井海さん、簡単に、日本の皆さんに向けて、バーティックスホールディングスさんが、どのような会社でどのようなことをされていて、どういった海外のスタートアップさんに投資をされているか、少しご説明をいただいてもよろしいですか？はい、承知しました。で、当社、バーテックスホールディングスと申しまして、グローバルに VC 投資をしているベンチャーキャピタルになります。VC のプロフェッショナルとしては90名以上、AUM 運用資産残高としては3500億円以上、ポートフォリオ今200社以上ございますので、規模としては比較的大きなファンドになってます。で、当社はシンガポールの政府系の投資会社であります、テマセックホールディングスの 100% 子会社 VC アームになっています。で、下にあるようなネットワークファンドと呼んでおるんですが、地域別の中国、イスラエル、東南アジア、インド、そして米国、こういったファンドを通じてスタートアップに投資をしています。基本的にはアーリーステージですね。に加えて質問フォローオンできるようにということで、グロースステージのファンドも設けております。セクターとしては IT とヘルスケアに投資をしています。で、あまりこれまで日本のニュースですとかメディアに出てなかったので、あまりご存じないかもしれませんが、昨年日本の企業、ここにロゴが出ているような会社様から約170億円ほど調達をしております。で、チームなんですが、当社の特徴はグローバルに投資をしていながらも、各国でローカルのチームを持っているということです。やっぱりローカルのエコシステム、ネットワークに精通しているローカルチームを置くということが、一番VC のソーシングですとか投資の点で良いと思っていますので、こういったローカルチームを置いて運用しています。当社の投資セクターです。で、地域によって少しずつ投資のストーリーが異なるので、こちらに書いてあるような形で各国、各地域、異なったセクターで投資をしております。で、こちらが当社が出資している会社の一部をお載せしていて、セクターごとになっています。IT の中でもフィンテックからサイバーセキュリティからエンタープライズのソリューション、コンシューマー向けのソリューション、あとはインダストリー 4.0 のようなものまで、結構幅広く投資をしていまして、おそらく日本の皆様に知っていただいている企業という意味では、例えばシンガポールのライドヘイリングの会社でありますグラブ、などに投資をしています。で、当社の特徴で、アーリーステージにもちろんシードでしたり、シリーズ A で投資をしているんですが、グロースステージのファンドを持っているというのが特徴です。で、企業が成長していく中で、やっぱり日本でもおそらく海外でもそうではあるんですが、グロースのキャピタルの不足というのがあります。で、当社ではグロースファンドを持って、スタートアップのアーリーステージ投資をした企業を大きくなってからも支えられるようにということで、エグジットまで資金提供できるような形で運営しております。で、今回このようなウェビナーの機会をいただいた背景なんですが、実は当社全く日本のスタートアップに投資をしておりません。で、私日本人で、もう一人日本人がおるんですが、何を日本向けにしているかというと、イノベーションパートナーシップということで、今オープンイノベーションだったり、デジタライゼーションでしたり、海外のスタートアップと組みたい、提携をしたい、そして出資をしたいと、おっしゃる日本の企業様が多いですので、そういった架け橋になれるようにということで、弊社の出資先をご紹介するような、ことを今日本向けに行っております。ありがとうございました。我々グロービスキャピタルパートナーズは国内のスタートアップに対して、投資をしていって、まさに大企業の連携もお手伝いをしていくところですが、こうやって海外特にアジアに
とどまらずですね、US であったり、イスラエルであったり、そういったスタートアップにも投資をしている、会社さん、もしくはベンチャーキャピタルが、国内の企業との連携を見ていただくケースというのは、あまりこれまでお話をいただく機会がなかったので、今日はとても貴重な機会だなというふうに思って楽しみにしております。少し具体的なお話を伺っていこうかなと思うんですが、ではここからはちょっと私の方で資料を共有させてください。先ほど伊海さんのお話の中にあった、まさに投資先が、アジアはもちろんのこと、アメリカ、それからイスラエルですかね。でアジアもあれですよね、中国、もしくは、東南アジア各国と、いろいろな領域、国と地域に分かれていらっしゃると思うんですが、まさにその日本の企業とパートナーシップを組んでいく上で、どのような海外のスタートアップが、日本の企業、もしくは日本のマーケットに興味を持っているかというところ、ここら辺は私どもあまり普段こう知る機会がないので、そこから少し教えていただければというふうに思います。はい、よろしくお願いします。まずその日本企業と提携をしたいという海外スタートアップと、あと日本市場に入ってみたいと言ってる海外スタートアップはまず多いですね。非常に多いと思います。でバーテックスでは日本に直接投資をしていない中で、日本向けにこういったオープンイノベーションの支援等をしているんですが、もちろん日本の企業様からも海外スタートアップと出会いたい、提携したいという声は聞くんですが、逆に海外のスタートアップからもどうしたら日本の企業とうまくやっていけるのではないだろうかと、そういった声を非常によく聞きます。で、セクターで見てみても何か偏ってこのセクターが興味があると言っているよりは、例えばフィンテックであったり IoT であったりサイバーセキュリティであったり、あとはエンタープライズ向けのソリューションであったり、どのセクターの海外スタートアップも日本への興味度合いは非常に高いと思っています。これ今セクターはじゃあ、一つのセクターにとどまらず、さっきフィンテックの話もありましたし、コンシューマー向けという話もありましたので、セクターはあまり問わないと。一方でどうなんでしょう、アメリカのスタートアップが日本に来るもしみたいなのってあんまりこう今まで多く聞いたことがなくて、どうなんでしょう、そのバーテックスさんがご投資をされている地域がいろいろとあると思いますが、地域的な特徴はございますか？そうですね、当社が出資をしているという意味ではおっしゃっていただいたようにアメリカ、中国、東南アジア、インド、イスラエルがあるんですが、中でもそのアーリーステージというと東南アジアのスタートアップの興味が非常に高いように思います。でアメリカ、中国はやはりその自国のマーケットが非常に大きい、十分に大きいですので、まずはその市場でシェアを取って、製品をソリューションを売っていく、製品を売っていくということを優先して、その市場で大きくなるだけでも十分とユニコーンになっていくという可能性もありますので、日本を目指すというのは、ある程度そのスタートアップが成熟してから目指してくるパターンが多いように思います。で一方でそのシンガポールを含めた東南アジアというのは各国のマーケットが非常に小さいですので、スタートアップがその誕生したデイワンから、海外エクスパンションのそのストラテジーっていうのをビジネスプランに入れていて、海外も視野に入れてビジネスを提供している場合が多いかと思います。なので設立して1年であったり2年、3年、こういった数年以内のアーリーステージのスタートアップにおいても、東南アジアですでに数カ国サービスを展開していますというパターンも非常に多いです。で、東南アジアの中でそのサービスを拡大しようと思っても、もちろんその各国それぞれ言語も違いますし、人も違うし、文化も違うしということで、各国その異なった特徴を持っていて、プロダクトやそのソリューションのローカライズが必要になってきます。で、東南アジアを出て、その地理的にも近い日本に進出するような時にも、やっぱりそのこれまでやってきたローカライズのプロセスであったりノウハウというのを持っているその東南アジアのアーリーステージのスタートアップというのは、他の
地域に比べて慣れているというんでしょうか、非常にアドバンテージ、日本に比べアドバンテージがあるのかなと思います。なるほどですね、ありがとうございます。お話しいただいたことを簡単にまとめますと、引き続き実は日本企業もしくは日本市場へ進出したいと思っている、スタートアップさんは多いですというところですかね。で、セクターに関しては特にこのセクターのみ、例えばテクノロジーのみ、コンシューマー向けのみというよりは、結構幅広いスタートアップさんが、日本のマーケットに興味をお持ちだと。他方で、地域、そのスタートアップの所在国に関して言うと、やはりそのアメリカ、イスラエルといった、ヨーロッパ市場、アメリカ市場を、手元に持っているところというよりは、東南アジアのアーリーステージのスタートアップというところが、日本への興味、関心、もしくは親和性が高いと。言ったところでしょうか。そうですね、はい、そういうふうに思います。ありがとうございます。もう少しじゃあどういった狙いでそういった会社さんたちがこの日本のマーケットに入ってくる、もしくは日本の企業と、手を組んでいきたいのかというところをお伺いをしていきたいんですが、ここは何か傾向のようなものはございますでしょうか。はい、まずその日本企業と海外スタートアップが提携をするというときに大きく2つ市場が分かれると思います。でその一つが日本市場も舞台にして日本に進出するぞというパターンと、片方が日本国外を舞台にしてグローバルで日本企業と連携してやっていこうという、この日本と日本国外のこの2パターンがまず分かれるのかなと思います。なるほどですね。市場を取りに来るパターンと日本企業のパワーを使って一緒に、日本に限らないグローバルのマーケットを狙いに行くパターンの、その2パターンがあるということですね。そうですね。その日本に進出したいスタートアップのことをの目線から見てみると、米国、中国に続いてその規模が大きな市場だということで、まず魅力的だというのは言うまでもないんですけれども、日本自体がその文化であったり言語で見ても非常に世界的に参入障壁が高い市場だと思います。ある意味スタートアップにとってはマーケットのこのエントリーするという一つのポイントになっていまして、そのスタートアップそれぞれ その最先端の世界で最先端のテクノロジーを持って誰よりもその先に日本市場を抑えてしまおうと。で逆にその抑えることによって今後参入障壁が逆に味方になって他の競合が入ってきづらい、脅威にさらされづらいということで日本市場を狙ってくるパターンがあるでしょうし、そのグローバルという意味ではグローバルに大きなその日系企業というのは非常に多いですね。メーカーでしたり食品であったり車であったり、あとは商社さん、あとは製薬会社さん、世界を代表する企業が非常に日系企業として多いですので、世界の市場を見るときにうまくその日系企業と連携をしていくということを重視していることがあると思います。なるほどですね、面白い話ですね。ちょっと伊海さんと話をしてパターン分けをしてみたのが、こちらの表ですが、おっしゃっていただいた通りこの縦軸、真ん中に書いてますのが日本マーケットを海外スタートアップが狙いに来ている場合で、一番右が日本の会社と組んで、グローバルな市場で、何か競争力をつけていきたいと。で、さっきおっしゃってたのはこの真ん中の話で、海外のスタートアップにとって日本の市場は簡単には入りにくいんだが、それゆえに一回入ってしまうと他の海外競合との競争においては参入障壁を築きやすいと、そういった理解でよろしいでしょうか。はい、その通りです。なるほどですね。これは他方で、我々国内のスタートアップに投資をしていても、例えばその国内の規制が激しくてなかなかスタートアップが自由にプレーができなかったり、そういったその障壁を感じることもあるんですけれど、海外のスタートアップさんにとってそのあたりはどのように見えてらっしゃるんでしょうか。規制であったり、あとは初めはやはり言語、カルチャーというところがあると思うんですが、特にそのフィンテック企業、あとは
規制が関わるような領域、例えばローンであったり保険インシュアテックのような企業においては非常にそういった規制の壁というのが大きいと思います。でその中でやはり日本企業のノウハウであったりを使おうというふうに思っている海外スタートアップも多いように思います。なるほどですね。この一番下の4番に書いてあるところですかね、日本国内のレギュレーションであったり、政府もしくは自治体とどのようにコミュニケートしていくかというところにおいて、海外スタートアップの単独の力ではなかなか切り開きづらいというところで、国内の大手金融機関さんであったり、これまでの歴史がある会社さんと組むことによって、そこの領域を取りに行くと。で、そうすると、他の海外スタートアップにはなかなかできないプレースタイルなので、新しい競争優位を、スタートアップと、海外のスタートアップと国内の、企業によって構築することができると。そういうケースでしょうか。そうですね。やはりまず最初にそのレギュレーションであったり、ガバメントリレーションというところをクリアせずには、日本企業、日本の中に進出できないという、まずその第一歩として非常に4番の点は重要だと思っています。わかりました。最初におっしゃってたのはこの2番のブランドノウハウもしくは1番のセールスマーケティングで右側に例を書いていただいてますけれどグラブとトヨタの連携なんかはあくまでも日本の会社と組んで日本のマーケットを取りに行くというよりは世界市場でどうやって活躍していくかというところの観点なんですかね。そうですね。その2番目のブランドノウハウというところも非常に海外スタートアップとして日本企業に貢献していただきたいと思っている点で、例えばもうインパクトを出したい、その存在感をスタートアップの中でも出していきたいという意味で、やっぱりそのスタートアップのソリューションを評価していただいている後ろ盾として大企業、日本の大企業のブランドでしたり、特定のカテゴリーで有名な企業と提携をしているというのは非常に意味があることだと思います。でここに記載したのが当社の出資しているグラブなんですが、例えばトヨタに出資いただいて、トヨタさんに出資いただいてまして、で東南アジアでグラブメインにビジネスしてますので、日本にまだそこまで進出ということがない中でトヨタさんに出資いただいたという意味は、おそらくその、トヨタブランドといいますか、車の領域、モビリティの領域の中でこういった企業と提携しているということがグラブにとっての良い後ろ盾になっていくということで出資を受けたということもあると思います。なるほどですね。わかりました。我々いろんな国内のスタートアップとお話をしていて、当然そのトヨタさんと組めたら、もちろんハッピーだよねというところはあると思うんですけれど、これ逆に日本の企業さんから見ても、有望な海外のスタートアップさんと組みたいけど、さすがにトヨタさんほどのグローバルパワーはないなと、そういうふうにお感じのところもあるんじゃないかなというふうに思ってまして、ちょっと次にお伺いをしていきたいのがこの3番の例えばファイナンスであったり日本の会社に対する投資してほしいっていう需要は、同じように連携してほしいという需要と同じくらいありますよという前提だと思うんですが、うちはトヨタではありませんと、そこまで のめちゃめちゃ大きな企業ではないんだけれど、新しいテクノロジーもしくは新しいサービスを持っている海外のスタートアップと連携したい、連携してみたいと思っているときに、何かその海外、特にアジアのスタートアップさんが、日本国内の企業を、選ぶというとちょっと言葉があれですけど、一緒にやろうと思うような特徴だったりきっかけだったり、そういうものはございますでしょうか。何かこう例えばこういう会社があってとか、そういった事例もお話しいただけるとすごく嬉しいです。はい、まず前のページに記載をしていた、例えばセールスの力であったりマーケティングの力を日本の企業に求めている、でそして日本に進出をしていきたいという中で、その日本の企業が持っているネットワークというのが非常に海外スタートアップにとって魅力的に映っている場合が多いです。で海外スタートアップとしましても、日本の企業一社と連携しておしまいということではなくて、さらにその日本市場の拡大、ネットワークの拡大を彼ら自身でやっていく波及効果を狙っている場合も大きいですので、
ネットワークを持っているというのは非常に魅力的に映ると思います。で例えば当社の投資しているバーテックスイスラエルのポートフォリオの一つのマーケテックのヨットポという会社があるんですけれども、実はガプライズという日本の販売代理店様を通じて非常に多くの日系企業様に導入いただいています。でその販売代理店さんは幅広く、ソリューションを提供するようなSIRさんとはちょっと違うんですが、e コマースであったり、あとは小売り向けに特化をして、セールスマーケソリューションをもピンポイントで売られているような会社様で、非常にその領域で強いネットワークを持っていらっしゃいます。でその販売代理店さんはそのヨットポ以外にも複数の海外スタートアップのソリューションを取り扱っていて、そこから多分見えるのが、その海外スタートアップの日本の拡大において、その持っているネットワークをフルに開放してそのサポートしていくということで、うまくいっていったのかなというのが見えてきますので、そのカテゴリーにおいてのその力強いネットワークコネクションというのは魅力的なポイントの一つかなと思います。なるほどですね。広くあまねくということではなくて、まあ、例えばセールス&マーケティングのテクノロジーであれば、全社というよりはこの規模の会社さんにはものすごく強いですとか、例えばセキュリティやってる会社さんにはとても強いですとか、そういったそのインダストリー特化された、もしくは特定のサイズ地域に特化されているとか、そういったその特徴がある、日本の会社さんだと、まあ、先方としても組んでいきやすいということなんですかね。そうですね。なるほどですね。これ今のヨットポさんでしたっけ、はい、と日本の代理店さん、これはどういった場所で出会われたのかご存知ですか？イスラエルの企業スタートアップをもともと見てらっしゃった販売代理店さんで、その皆様のこうソーシングの中の一つでヨットポが引っかかってきたようなんですけれども、うまく自分たち その磨いてきたセールスマーケのネットワークで活用できるような企業っていうのを掘り出していただいたというイメージかなと思います。なるほどですね。これ逆に、今お話しいただいたような特徴非常に強くあるような会社さんが組みやすいということでしたが、海外のスタートアップさんから見て組みにくい、こういう、日本の大企業さんはちょっとなかなか話が進みにくいなっていうのは、過去の伊海さんもしくはバーテックスさんのご経験の中でございますか？そうですね。一番よく言われるのはそのスピードの違いですね。これは非常に明らかな点なので、ちょっと割愛をしてそこまで触れないですが、そのスピード以外にも、例えばカルチャーで日本の企業の中でその複数レイヤーに承認プロセスが渡っていたり、あとは複数部署による検証承認プロセスがあるというフローはあまり海外ではなかったりしますので、非常に海外のスタートアップからすると大きなギャップに感じてしまう場合が多いです。で日本企業の中でのその検討フローが複雑なのであれば、その自分たちの意思決定フローであったりタイムラインっていうのを海外スタートアップにその伝授するような最初に伝えてあげると、非常に海外スタートアップもあそうなのかと、今ここのステージなのかと、フラストレーションであったり不安っていうのがなくなるかなと思うんですが、そのカルチャーの違いのその意思決定のフローの違いがまず一つあると思いますし、あとはそのカルチャーの点においてはソフトな言い回しですよね。日本人同士であればもちろんそのあうんの呼吸でなんとなくこう言っているんだなということが分かるかと思うんですが、海外からするとやっぱりその曖昧に見えがちで、その日本の企業様が持っている課題であったり提携の目的っていうのが伝わりづらい場合が多いです。で、コミュニケーションに工数をかけて、で結局目的が不一致だったねということでなくなってしまうお話もありますので、非常にそれは残念なので、ぜひこれが欲しいんだっていうのを逆に力強くアピールしていただくっていう熱も重要なのかなと思います。
今のイカイさんにお話しいただいたことを少しまとめていきますと、海外のスタートアップさんにとって日本の企業に、魅力を感じるときには共通点がありますと。でそのうちの一つの特徴が、カテゴリーの何か特化しているもしくは、特定のセクターにおけるネットワークの強さ、ここが一つの魅力ポイントになるでしょうということでした。でもう一つはこれはどちらかというとこうある会社さんの場合は組みにくいというところで、よくあるよく言われるところではありますが、一つカルチャーのところで、もう少し具体的にお話をしていくと、意思決定のラインが非常に複層的で不明確で見えにくいというところが避けるべきポイントというところとして挙げていただいたのかなというふうに思ってます。あと最後におっしゃっていただいていた、これが欲しい、ここと組みたい、あなたと組みたいんだというこの担当者の熱量みたいなところもやはり人間と人間のコミュニケーションなので非常に大事なポイントなのかなというふうに理解をしました。イカイさん、こういう理解で合ってますか？はい、まとめていただいてありがとうございます。一つ非常に私がコミュニケーションしててこれまで面白かったのがここに1個記載いただいたスピードなんですけれども、イスラエルのスタートアップってそのインテリジェンスユニットと呼ばれるそのイスラエルの国防軍の中でも、エリートが集まるサイバーセキュリティを得意とするその人たちがいる軍の部隊があるんですが、その出身者が海外スタートアップ始めるパターンが結構多いですね。で指示系統がおそらくこうはっきりしていて、リスポンスもピシピシッと早いイスラエルのスタートアップの一つが言っていた言葉として、そのイスラエルのシリコンバレーの1日はイスラエルの2日で、イスラエルの2日は日本の3ヶ月だと言ってたことがあります。で非常にそうやって逆に理解していたのはよく日本市場を勉強したんだなと思ったんですけれども、その早めるのはおそらく難しいと、日本の中でも難しいと思うので、その3ヶ月である背景ですね、先ほどカルチャーでも少し触れましたが、こういうフローになってて、今はここでっていうのは適宜情報共有していただくと非常に海外スタートアップとしても安心するのかなと思います。なるほどですね。これその今おっしゃっていただいたところに気をつけて日本の会社としてもコミュニケーションしていこうというトライを今後されていくと思うんですけれど、そもそもやっぱりイスラエルの会社さんであったり、東南アジアの会社さんも特にこのコロナの影響下だとなかなか出張してお会いするみたいなことがしにくいかなと思ってまして、接点を作る動きっていうのはどういうアクションが考えられるんでしょう？これまでオフラインのイベントであったり、例えば政府系のジェットロさんのような機会に紹介いただいたり、で実際日本に行ったタイミングでアップを入れて日本企業と会うということが多かったんですけれども、コロナの環境で逆にそのオンラインの機会が非常に増えたように思います。でもちろんこれは日本も同様かと思うんですが、そのこれまでなかなかこうオンラインでお会いできなかったような日系の企業さんがそのZoomをご導入されたり、WebEx 使えるようになったりということで、オンライン化することを逆にチャンスだと思って、今であれば日本に行くことなく、旅費も時間もかけることなく日本の企業の方にまず会えるようになったということで、チャンスが逆に増えてきたかなと思いますし、でその出会いのオンラインシフトに加えて、その何度もやっぱり細かくフォローオン、ステータスの確認であったり、日本企業様のその今のフローでどこにいるということを確認するにも、定期的にお互いキャッチアップすること非常に大事だと思うんですが、それもしやすくなったことで、そのスピードという問題がやや解決したかなと思っています。なるほどですね。一方でこれどうなんですかね、過去の事例なんかをご存知の範囲で教えていただきたいんですが、多分海外のスタートアップさんから見ると日本のどの会社にアプローチしたらいいのかってなかなか難しいでしょうし、日本の会社としてもなんかいっぱいこの海外のスタートアップ、例えばニュースなんかで見ていってもどこに連絡したらいいかわからないと、それはオフラインの時代もオンラインの時代ももしかしたら変わらない部分があるのかなというふうに思ってますが、このあたり何かじゃあ
日本 の、 あの大きな企業の皆さん、もしくはさっきお話にあったようなこう専門特化 の、 あのネットワークを持っている会社さんに、アドバイスをもしされるとしたら、どういうアクションをすると、まあ、オンライン、オフライン問わず、特にこううまくいっているというか、可能性を持った海外のスタートアップとコネクションが作りに行けるんでしょうか。そういきなりこうこれが欲しいかなというちょっとふわっとした中で、その市場に飛び込んでサーチをすると、その海外スタートアップ、うぞうむぞうにありますので、非常にどれと組めばいいかというのが見えづらいと思うんですね。で、そこにおそらくこうワンクッションを入れていただく、例えば政府機関さんでもいいと思いますし、そういった市場をよくVC のエコシステム、スタートアップのエコシステムというのをよく知っている立場の人にワンクッション入っていただいて、情報を提供いただく、つまりは第三者からの目線の意見を聞くというのが一つ意味があるかなと思います。で、当社も海外にスタートアップを紹介する中で、まず日系企業様に紹介させていただく際は、日本企業様だけとまずミーティングさせていただきます。で、こういったのが欲しいかもしれない、でもこれかもしれないみたいな意見交換をしながら、私たちの方でこう消化してどれがいいのかというのをスタートアップ側の情報もありますので、頭の中でマッチングをしながら持っていくと、やっぱり成功率が高いですので、こういった政府機関であったり VC っていうのもウェビナーに参加をしてみたり、あとはニュースレターを読んでみたり、こういったところで情報を収集いただくのがいいかなと思っています。なるほどですね。政府機関というふうにおっしゃってるのはジェトロさんとかが多いんですか？そうですね、やっぱりジェトロさん、最近ですとオンラインのウェビナーですとかピッチイベントもされていて、もともとであったら例えばイスラエルに行ってジェトロさんにミーティングをアレンジさせていただいてということもあったかもしれませんが、今やその国境もなくなってきたような状況なので、いろんな国のソリューションっていうのを日本からないしはもう家から見ていただけるようになったかなと思います。なるほどですね。国内のスタートアップと大企業の連携でも、やはりその、まあ、ベンチャーキャピタルを通じた情報の収集というのを非常に上手にされている大企業の方もいらっしゃるなというふうに思ってまして、まずベンチャーキャピタルに投資をして、その後そこから出てきた情報に基づいて、今度は自分たちが直接投資をしていく、そういうプレイヤーの方々も増えているなというふうに私どもも国内でも感じているので、国内海外もしくは外から中という動きにおいても、今おっしゃっていただいたような政府系機関をご活用なさったり、まさに井上さんたちのような海外の投資をされているベンチャーキャピタルを通じて情報収集されるというのが一つのスタンダードになってくるのかなというふうに私も考えています。さっきの、スピードだったりカルチャーだったり担当者の熱量というところに少し付け加えさせていただくと、やはりその担当者の熱量ももちろんなんですけど、日本の、大企業連携で難しいのが、担当者さんがどうしても 2,3 年で変わってしまうというところ、非常に難しいかなと思ってまして、うまくいっている会社さんは7年8年と同じ方が、スタートアップ窓口をされているというのが、成功の秘訣なのかなというふうに思っておりますので、これは国内海外を、問わずアドバイスができることなのかなというふうに思ってます。さっきお話しいただいたように、コロナの影響の中でも特にニーズが海外進出、つまり日本進出の、ニーズが減ってきているということではなくて、むしろオンラインで、機会を補足する、海外スタートアップも増えていると。で、国内の企業さんにとっても、ウェビナーだったりそういったものを通じてコミュニケーションする場が、昔ですとね、確かに展示会等しかなかったのが、オンラインオフライン問わず増えていると、そういう状況なんですかね。そうですね、オンラインになってさらに頻度が高まったり、逆に積極性が増したスタートアップもありますので、ぜひこの機会を通じて日本からでも海外に会えるということを使いながら、ぜひいろいろ模索していただけたらなと思っています。
わかりました。了解です。ありがとうございます。我々本当に国内で生活をしていると、海外のスタートアップさんが国内に目を向けてくれているかどうかというところ、なかなかわからないところがあったんですが、実は東南アジアを中心に強い引き合いがあるというのは、日本の大企業さんにとってもかなり心強いメッセージになったんじゃないかなというふうに思います。イカイさん、せっかくですので、それではバーテックスさんの、ご投資先の中で、先ほどの、先ほどまでの議論に基づいてですね、こういう会社が実は今日本進出を狙っていて、日本の会社さんにとっても組むチャンスがあるんじゃないかという会社をいくつかご紹介いただければと思うんですが、いかがでしょう。例えばフィンテックの領域とかってございますか？そうですね、フィンテックの中だとソーキャッシュというシンガポール発のフィンテック企業で、上から一番上の左から2番目ですかね、ページで言うと。そうです、このソーキャッシュでですね、はい、身近な店舗で現金を引き出せるようにするというバーチャル ATM、 そして銀行の支店の役割をするようなQR コードを用いたモバイルアプリを提供している会社なんですが、今まさにシンガポール、インドネシア、マレーシアに続き、次は日本に進出しようとしているところですね。面白い会社ですね。で、その求めているようなパートナーという意味では、もちろんその銀行決済に関わるところですので銀行パートナーで、逆に身近なその店舗にソリューションを使っていただくということも重要なので、小売店舗を持つような日本の企業様との連携を今模索しているところです。なるほど、あれですね。じゃあこのキャッシュレス、国内のキャッシュレス戦争は実は国内のプレイヤーだけではなくて海外プレイヤーも入ってくる可能性があるということなんですね。そうですね。面白いですね。それは分かりました。じゃあフィンテックからこのソーキャッシュという会社がモバイル ATM の観点で、国内に入ってきて、金融機関さんはもちろんリテーラーの方々とも接点があるかもしれないということ。このやっぱり日本の国内でも直近リモートが主体になってセキュリティのところは非常に注目度、温度感が上がっているなと思うんですが、ここも何か面白い会社ありますか？そうですね、一番左上のシミュレットというイスラエルの今スタートアップで、その今バス、ブリーチ&アタックシミュレーションと言われる領域で、ソリューションを展開している企業は日本に非常に目を向けている会社だと思います。なるほどですね。これはあれなんですか、何のセキュリティなんですか。仕事用の PC なのか、もうちょっとエンタープライズの業務用なのか、それともなんか車とか、イスラエルだとそういうセキュリティの会社もあるように聞いてますけど。この会社はそのセキュリティソフトウェアを提供しているのではなくて、実はセキュリティの体制を図るシミュレーションソリューションを提供している会社なんですね。で、今そのコロナで例えば e コマース系であったり、もちろん大手の会社さんの中でもそのサイバーアタックの脅威を感じている、ないしはその体制を高めなければいけないという中で、どこまでその自分の会社がアタックへの体制があるかということを簡単に調べられるソリューションです。通常だとそのペンテスティングと呼ばれるそのコンサルさんであったりセキュリティ会社のソフトウェア系の会社にお願いをして体制を測ってそのリスク度合いを出していくのが通常なんですけれども、このシミュレートが提供しているのはもうブラウザー、オンラインベースのソリューションでネットワークとつなげることによってその会社のセキュリティの体制度を測ってピッとやって測った後にもうレポートが出てくるというものを提供してます。で、今日本の販売代理店さんを通じて日本の会社様にぜひ導入していただきたいということで、まさに販売代理店さんとのそのアグリーメントのディスカッションであったり顧客のターゲティングのリサーチというのを進めている会社の一つです。なるほどですね。なるほど、セキュリティのソフトウェアそのものというよりは、どういう体制が構築されているかをチェックするという、面白いですね。で、ということは今お話しいただいた、販売代理店さんだったり SIR さんだったり
そういう会社さんと組んでいく可能性があるユニークなプロダクトですということですね。なるほどですね、はい、あともう一領域ぐらいちょっとお伺いができると面白いなと思ってるんですがいかがでしょう。はい、右利きの真ん中のエンタープライズ向けの会社で、右から2つ目一番上の EG 銭湯という会社です。でこれはDX、 まさにデジタル化を支援するソリューションで、イスラエル初なんですが、イスラエルの保険企業のほとんどに導入を実はされている会社です。でこの会社がやっているのはこうオンラインではなくて、その手書きの書類って結構まだ残っていると思うんですよね。保険の請求であったり、保険だけではなくて、例えば役所系の書類であったり、銀行系の書類であったり、手書きでやるものを、まず既存の手書き書類を PDF 化して、で、その PDF をうまくその AI で読んで、オンラインフォームをすぐに作ってくれるというソリューションです。でオンラインフォームの中でもやっぱりここをこう動かしたいですとか枠を増やしたいということがあると思いますので、まあ、私のようなそのエンジニアのスキルがない人でもこうドラッグ&ドロップで E フォームを簡単に作れるソリューションということで、今この、まあ、なかなか外に出づらかったりオンラインで済ませたいというような事情の中で導入、ぜひ日本の企業様にもそういうニーズがあるだろうということで、銀行向けであったり保険会社さん向けで一部その販売代理店を通じてお客様にアプローチすることもできると思いますので、販売代理店様へのご紹介っていうのを今日本向けに進めているところです。なるほどですね。今のお話を伺っていて思ったのは、やっぱり国内にもそういったスタートアップがいくつかある中で、まあ、イスラエル初ということでしたけど、より多様なテクノロジーを持った会社が入ってくるっていうのは、まあ、これまであんまり、最初に二階さんがおっしゃってたように、日本のマーケットって日本語で、特殊な小環境で、日本のスタートアップって守られて、実は生きてきたんですけれど、まあ、こうやってこういう会社さんたちが入ってくる可能性があると、しかもさっきのお話だと結構やる気があるというのは、まあ、僕らにとって嬉しいような脅威を感じるような、双方だなというふうに思ってまして、入ってきてほしいようなちょっと困るなというようなところもありますがまさに大企業さんにとっては日本のスタートアップにそのままだと取られちゃうようなところを、実は海外のスタートアップを担ぐと、戦いに行けるっていうアングルもあるのかなというふうに思いました。そうですね、いろいろなソリューションがある中で、海外に目を向けるとさらに幅広がると思いますので、面白いかなと思います。なるほどです。なんかあれですね、こうお話ししていて思いましたが、伊海さんやチームの方々がもしかしたらこう日本に進出する興味のあるアジアだったりイスラエルの会社をまとめて、それこそなんかウェブ上にアップしていただけると、すごく実は引き合いがあったりするんじゃないかななんてことを脅威とともに思って、このマップを拝見しているだけでもなかなか面白いなと思うので、ちょっとまた今度はそういったところでその観点でお話を伺ってみたいなというふうに思いました。じゃあさっきの会社さんたちだと、例えばバーテックスさんにお話しするとご紹介していただけたりするっていう感じですかね。そうですね、ホームページにあるコンタクトというリンクもあるので、そちらからお知らせいただければご紹介できます。わかりました、了解です、ありがとうございます。とても非常に刺激的なお話が聞こえまして、海外のスタートアップさんの熱量と、それに対して日本の会社としてはどういうふうに対応していくとより組みやすいのかという、ヒントをいただいて、最後に具体的にこういう会社さんが興味があるということで、私ももうちょっと身を引き締めて投資先と一緒に負けないように頑張っていこうというふうに思いました。伊海さん、今日はありがとうございました。福島さん、ありがとうございました。はい、また楽しみにしております。はい。